上本門寺布教部執事野坂宝行が行います。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。宇宙飛行船からですね、地上をよく映していることがあります。ずっと宇宙船が回りながら映していくと、日本の上空に来るとですね、本当にくっきりと明かりがついてて、地図で見る日本の列島のですね、形そのままに明るく輝いているいうような映像をですね、皆さんもご覧になったことがあると思います。まさに日本列島は不夜城のようになっております。ひょっとしてやっぱりエネルギーを使いすぎてるんじゃないだろうか、不必要な明かりを灯してはいないだろうか、そのために大変なダメージを地球に与えちゃってないだろうか、ひょっとしてこんなに使わなければ原子力発電所は作らなくてもよかったんじゃないか、まあ今現在これだけ電気がついているにもかかわらず原子力発電所は稼働しておりません。ご存知の通り十分足りてるみたいです。まあその代わりちょっと高い、ものをね燃やしてるはようですけれども、何よりも、まあ、さっき委員長の話にもありましたけれども、生命と共存できない、厄介な放射性廃棄物を多量に出し続ける、原子力発電所によるエネルギーの取り方というのはやっぱり私たちは抜本的に考えなきゃいけないのかなっていうふうに思います。結局自分たちの便利さとどんどん電気を使えという形で、不夜城のように日本列島をさせてしまっていると、そのようにさせられているという状況もあるのかなと思います。そういう中で、今日はこの全体のですね、この境内の電気を消して大変柔らかなキャンドルの明かりのもとに、自然な夜をですね、しばし皆さんに味わっていただいて、ひょっとして私たちは人間中心で、相当エネルギーを使いすぎているんじゃないかななどというような反省なども含めて、そういうしばしそのような自然の夜を味わっていただきたいと思います。それでは皆さんと共にカウントダウンをしてですね、その自然な夜を迎えたいと思います。ただごめんなさい、一箇所だけですね、これから世界平和祈願、そして、災害で亡くなられた方々のご冥福を祈る、お祈りをする法要を行います。法要を行 う関係上ですね、お互いの間合いとかいろんなことが見えなくなったり、皆さん方も正面で法要をやっている様子が見えなくなってしまっては何にもなりませんので、このそこで灯っているですね、一箇所だけはですね、灯させていただいて、なんとか法要を営みたいと思っておりますので、ご了解をいただきたいと思います。それではみんなと共に元気よくカウントダウンをして、境内の電灯を落としたいと思います。よろしいですか。はい、いきますよ。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、ライトダウン。